パルマ第4作期の正ゴールキーパーに大絶賛、フィジカルが獣矢印。これ今夏の移籍市場でセリエのパルマに移籍したサッカー日本代表ゴールキーパー鈴木が呼んだが、現地でも高評価を得ており、さらには昨シーズンにパルマの JGK としてチームを支えた34歳のアルゼンチン人 GK レアンドロ・チチソラも称賛を送っているという。デアロとカルシオの YouTube チャンネルに出演した34歳のチチソラは、最初の数日間は決して簡単ではなかったはずだ。異なるリーグにやってきて言葉もわからない。簡単ではないと思うが、僕ら全員手助けする準備はある。カルチョで使用する用語についても少しずつ教えていくつもりだ。今は彼と英語で話しているよ。彼はきっとかなり前途有望なキャリアが待っているだろう。フィジカルが獣のようだからね。確かに学んでいかなければならないことはたくさんある。だが若者はまだ21歳だ。こうしたことを覚えていく時間は十分にあると言える。監督の手の届かないところでは、僕らが若手選手たちに寄り添い手助けをしていきたいと思う。彼らは潜在能力に溢れているので、僕らが育て支えることで伸び伸びとプレーしてほしいと語ったという。いいベテランがいるっぽくてよかった。第4冷静に21歳でセリエ A の守護神とかマジで有望すぎるな。 CK の飛び出しとかドキドキしてしまうので、そこも含めてぜひ手助けをお願いします。出る出ないの判断に磨きがかかればかなりいい線行くと思っている。シュートストップはもともと素晴らしいので活躍を期待してます。一気にレベルアップするチャンス。ガラタサライ戦でもロングフィード際立ってたし、上昇さらに伸ばして GK スキルも磨きがかかればマジで最強 GK 誕生しそう。多分経験豊富な選手が当てはまる試合とフレッシュな選手が当てはまる試合で併用して使っていくんじゃないかな。ベテラン選手が若手支える的な発言はなんかもう感謝しか生まれない。二部時代を支え昇格に貢献したのは自分なのに、なかなかこんなコメントできないよ。ザイオンはいいチームに入った。冗談抜きでザイオンは世界屈指の GK になれると思う。